ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は Amazon で人気のタブレット、ドラゴンタッチ X10 2018年バージョンについて、買わない方が良かったという人たちの口コミをご紹介したいと思います。まず、一人目の方としては、ゲームには向かない。スマホゲームを大きなモニターでプレイしたいというゲーム目的の方は、このタブレットではダメです。安いとはいえ、1万円以上ですから、低滞出費になりますよ。二人目の方は、タブレットね、とあるハイスペックを求めてるゲームをするために買ったけども、公式やリベにあるようなスペックが一切なかった。グッソカクカクする動作するゲーム。これだと携帯の方がよっぽど動作まともだし、きちんと動く。全くもって不満しか持てなかった。三人目の方としては、残念でした。他の方の評価を見て購入しましたが、残念でした。ゲームの動きは遅いです。動画や写真もちょっとボケている感じです。説明の通り、スピードもなかったです。ということで、ゲームをプレイする目的で、このドラゴンタッチ X10 を買った方っていうのはあまり満足していないようです。最後の方が書き込む言った通り、画面の表示についてですが、このタブレットは 10.1 インチという大型のディスプレイを搭載しているんですが、解像度が 1280×800 ドットしかありませんので、フル HD などの高解像度の動画を見たり、写真を見たりするのにはあまり向いていません。では、このタブレットを購入した方々の全員が不満を感じているかというとそうではなくて、購入された方の中で星5つの満点をつけている方が全体の 74% を占めています。つまり、このタブレットを買ったほとんどの方が満足しているようです。そもそもタブレットを購入する理由でゲーム目的の方っていうのはごく一部の方で、ほとんどの方がメールをしたり、ネットで調べ物をしたり、それから YouTube を見たりというのが主な目的です。ですので、スペックを要求するようなゲームをプレイするのでなければ、このタブレットかなりおすすめです。海外でもこのドラゴンタッチのタブレット売れているようですので、スペックを要求するようなゲームをプレイするのでなければ、とてもおすすめの製品だと言えます。なお、この動画の概要欄に、今回ご紹介したドラゴンタッチ X10 2018年バージョンの販売店のリンクを貼っておきます。詳細なスペックや実際に購入された方々の口コミが知りたい方はそちらからチェックしてみてください。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。